したらさ、あいつなんて言ったと思う？なんて言ったの？待て待て、当ててみるっしょ。ね、変更なし、配置つくべ。楽しそう。いいよな、パンピーは。言うほどプロになってないじゃない。経験値積ませてくれりゃ、いつでもプロになってやるよ。今の？ん？緊急シグナルだな。隣の班が攻撃されている。おいおい、なんか怒っちゃってますか？これ、警戒しなよバカ。おい、西九条、動こうぜ。普通に命令違反なんだけど。だからダメに決まってんでしょ。手柄立てたくねえ。この仕事を責任持って終える方が確実。ここで動かなかったら、次のし上がるチャンスがいつ来るか分かんねえぞ。おい、何考えてる。おめえには相談してねえよ。西九条、協力しろ。見逃す手はねえよ。空振っても最下層の俺らに失うもんなんてねえだろう。考えろよ。もし鍵を確保できりゃ。おい、いくらなんでもそりゃむちゃくちゃだぞ。いいから、おめえは黙ってろ。マジでいい、本当にいらない。こういうとこで手柄立てねえと、いつまでも上行けねえぞ。いいのか。でも誰か残らないわけには。そんなの、勇者先生が残ってくれんだろ。真面目なお方なんだしよ。天王寺はここにいて。しっかり見張っとけよてめえ。どうしても納得できねえなら言いつけろ。この件についちゃ恨みはしねえよ。悪いけど、あとは任せるから。お前まで行くなんてな。上に行かなきゃ、ずっと息が詰まったままだから。
も暑いな。電子の家って今はマーテル出資の施設だっけ？やばくないか？急げ。戦闘。三国藩だ。茜。どっちだ？戦闘がここでも。
壊しながら西に向かっているのか。食いちぎられたな。誰かこのことに気づいているのか。そうだ。どうすりゃいいのかわかんねえ。ネジ巻きの生えた鳥？ワクワクしてる場合じゃない。化け物まで。
馬鹿げている。これが噂の鷹狩りって技か。援護するべきなのか。気流の乱れに反応させたか。
強いやつでもあっさりとしたもんだ。降りられなくなってるな、あれは。Thank you.
不自運頼む。これからどうする？どこかで。あ、そうだったな。
排除しなければならない。事情はよくわかった。三国の遺体は回収されている。報告とも一致するようだ。ガイア主義者どももバカではなくなりつつあるようだ。戦闘を避ければ問題はないはずだがね。志願制なのだよ、あれは。日本人は国を出たがらん。紛争の一つも体験せず、甘さは拭えんというのだ。俺、もういいですか？ああ、ご苦労だった。下がってよい。あ、いや、待て。はい。貴様が目撃した大型魔物の付近で不審な点は見受けられなかったかね？どのような？例えば、やけに魔物の数が多い、魔物使いの姿を見た、植物の異常成長が確認されたなどだ。報告通り、ネジ巻き鳥とハウンドとは接触しましたけど。それ以外にはないかね？はい、特には。そうか、わかった。下がっていい。失礼します。すんげえ叱られた。教官に貼られたほっぺた。そっちは？ああ、な
殴られた、江坂さんたちに。それもきついね。まさか天王寺が2キルだとはな。そっちは魔物とは遭遇しなかったのか。偵察用の鳥は見つけて落としたけど、子孫じて逃げられた。ミクニッチも死んじまうとはな。あんな強くても死んじまうんだな。無情すぎんだろう。来た来た、かーニヤニヤしちゃうぜ。ねえ、あんたハウンド倒したってマジ？うん、なんとか。どうやってん？もみ合いになって、首ひねって。プロレスで？裸締め。バトルってより、首に殺したって感じじゃん。命がけでそんな余裕あるか。意外と、それが本質なのかもね。江坂さんだったら、綺麗に片付けると思うけど。そりゃそうだろう。平均的な超人は犬に勝てるんだってよ。当てることはできるんだけど、それで無力化できないから。だから手裏剣とか投げろよ、かっちょいいべ。軽い歯が刺さったくらいじゃ魔物は止められない。まだまだ全然ダメなんだ。結局鍵って見つかったわけ？ダメだったって。祭りが終わったらもう作戦は終わりか。今動くと目立つから、経験者しか動かさないってさ。そもそも鍵ってのが何かさえ俺ら分かってないけどね。このままじゃ天王寺がリーダーに変更ってことも。おう、天王寺っち、仲良くすっか。今からでも早速パン買ってきてくれよボス。あのな、試験で赤点取ったって騒いでるやつみてえだな。来年も収穫祭が来れば使ってもらえるだろうけど、こんなんで出世できるのかな。経験値ためねえと。天の字はどうするの？このチームで動くんじゃないのか。3人とも素人じゃん、機能しねえよ。今回見たいのは特別だべ。それぞれ別の土地で仕事することになるんじゃないかな。俺らが江坂さんたちみてえに経験積みは別だろうけどな。ま、当面は研修だろう。俺はそれでいいっす。俺はどうするかな。罪悪感だろ。悪い、俺ちょっと用事。一杯しか飲んでないじゃない。ドリンクバーの意味がねえ。どこ行くんだよ、反省会だぞ一応。修行。かっこえー、さすが勇者は言っちゃダメなんだっけか。さすがブレイバー。お前英語できなさそうだな。他にいないか。
どうして助けたんだ。銃の扱いを知りたい。はい。俺は火力がないので、銃を使えた方が役立てると思うんです。それに、ああいうものは俺に向いてる気が。自分でそう直感したのか。はい。我々の表向きの顔の一つに、民間警備会社というものもある。知っているな。はい、知っています。天の地、それは本当の仕事をしてもらうことになるが。そういうきつい仕事がしたいです。命がけでも構わないです。何か悔やんでいることでもあるのか。え、自分を罰したがっている者の顔だ。それは分かりませんけど。私も若い頃、戦火で自分を鍛えたことがある。貴様にも一皮むけるための荒領事がいるのかもしれない。若すぎるようにも思える。ぜひ。いいか、天王寺、超人というのは我が強いものだ。プライドで力を支えているからだ。以前はそれでよかった、神話の時代は。だが現代は英雄が好き勝手に暴れるには狭すぎるのだよ。そしてプライドを砕いたことのないものは一度の挫折にも弱い。長いは能力を失ったのだよ。失った？そういうこともある。時に超人も精神を病む。 PTSD に陥ることがあるが、やはり力は弱体化することが多い。我々の力は心のコンディションとリンクしているということだ。自信がないと強くなれない。ありすぎても問題だ。三国がどうなったか忘れてはいまい。私は英雄志願を何人も見てきた。彼らが身勝手に突出して失敗した作戦の数々を。必要な力をつけに行くことが目的で英雄になりたいわけではないのだな。はい。生きて戻ったなら私の良い兵士になってくれるかね。必ず。よし。悲劇を見てこい。
本当は僕は投げやりが得意さ。見ろみんな、バネがあったぞ、卑怯者だ。ルイスは
どうしてここに来たの？どうしてとは？俺は国に居づらくなってきたんだ。そういうやつは多いだろうな。そうなのかな。みんな我が物顔で騒いで悩みなんてないみたいだ。空騒ぎをしているだけさ。みんな怖いし不安だ。騒いでいる間は強い自分でいられると思っている。そんなものなのかな。僕はね、普通にサッカー選手になりたかった。子供の頃から運動ができたから絶対なれると思ってたんだ。黒服が来た。プロテストに応募した直後だったよ。諜報局の普通に派手なシャツを着た連中だったけどね。で、お前は生まれつき体が強い病気だから不正になるのでスポーツ選手にはなれないって言われた。どこも一緒なんだな。才能を金に変えることができる。貧乏人には悪い話じゃない。Thank you.
魔物使いを拘束するという単語はなかったよね。射殺だけ。射殺すれば魔物の動きが止まる。それで別チームを支援できる。ああ、そういうことか。
手榴弾。いらない。ルイス、1階に合流。了解。こっちだ。あれは勝てない。魔物使いを止めよう。そうか。奴は周囲の敵に敏感に反応してた。目の代わりをしていた魔物使いが近くにいるはずだ。ガゼルベースの魔物。
やばい。大丈夫かい？素早い魔物と大きな魔物の相手はしたくない。ほぼ全種だ。ボンド、あの奥だ。倉庫がある。冗談。休み。ルイス、ルイス！撃ってから気づいた。撃ってしまった。静かに。大丈夫だ。今助ける。ジンって精霊か。やっちまった。不運だったんだ。
不運。どっちの不運だ、友達を撃ち殺す僕、それとも撃ち殺される子供の方。どっちもだ。わかるはずがない、あの一瞬で。そうだね、こんな小さいのに。こんなのひどいよ。こちらバリアント4、猛獣使いを射殺しました。魔物使い6名を無力化しました。はい、了解。危険なことをしているな、やめろ。レイス、今能力を使おうとしていた。分かった。どれほどの能力か知らないけど、それは命を縮める。二度と使うべきじゃない。俺はなんとなく予想できてた。多分二人は殺されるって。小太郎、捕虜なんて取るわけがない。手当てなんてしてくれやしない。心の奥では理解してた。でもやった、ヤスミンたちを助けるにはこれしかなかったからだ。そうだ、その通りだ。どの道助からなかった。ふざけやがって、あいつ。これからどうする？うん。行こう。同じ気持ちだ。レイス。急ごう。裏切りはすぐにバレる。
どこに逃げる？工場と周囲の畑は焼くはず。だから安全なポイントは？ここなら近いけど、それでもかなり移動しないと危険だ。行こう。他に何の当てもない。逃げられる。二人の面倒を頼む。小太郎、西と北西に似たようなルートがある。判断がつかない。どっちだと思う？北西だ。どうしてそう思った？直感。オーケー。この広さを焼くのか。急げ、数キロだ。来た。ストップ。ここでやる。やる？何を？迎撃してみる。この周辺だけでも。爆弾を迎撃するっての？できないことはないはずだよ。でもできないかも。だから小太郎は子供たちを頼む。ルイス、何言ってるんだ。そんなことできない。でもやらなきゃ。ほら、あれだ。滑空ミサイルだ。多分熱圧弾頭。ばらまいてる。あれのどれがここに落ちる？それはわかる。南から焼き払っている。まだ少しだけ余裕がある。あれ一発で半径300メートルが炎の海に。やばいな、あれ。逆に一つ落とせば半径300メートルの安全地帯が一つできるって寸法だ。当てられるの？やるしかない。
ここまで準備すると僕の中にひらめきが落ちてくる。それに従って投げるといつも以上によく飛ぶんだ。そして指先で触れるように簡単に当てることができる。だからこの距離は試したことないけど、きっとやれるさ。昔、友達を殴ったことがある。ちょっとした喧嘩で、友達はそれで死んでしまった。次の日、黒服の男たちが来たよ。サッカーのテストなんて嘘さ。それも、年下の友達だった。さあ。ここに志願したのは、自分を痛めつけるためさ。けど、もうこの生き方はやめる。停滞するのはもうやめだ。俺も、そうしようかな。小太郎、子供たちを連れて先に行ってくれ。先に？君たちが移動するルートをまず確保する。角度の問題でその方がやりやすい。ルイスは？畑を抜けるまで経路を確保したら、最後に自分の周辺に落ちてくるやつを落とすさ。
ますね。そういうのやめろよ。力に変えているんだな。いいさ、持っていけよ。いつ死ぬともわからないんだ。
いいか、助けになるようなものを探してくる。好きなように生きることにしたんだ。ルイスの分まで。自分勝手に生きてやるんだ。車を持ってくる。水と薬も。死ぬのはいつでもできるだろう。休み。Thank you.
俺は停滞せずに進めてるだろうか。日本人しかいない。天王寺、見違えたな。ご無沙汰しております。うむ、相当揉まれたようだな。見ればわかる。どうも。よく死なずに戻った。今度こそ私の期待に応えてくれるな。はい。引退されたんですか？うむ、年始めにな。騎士団は解散ということになった。気に徹するんですね。それに近い。それは残念でした。お疲れ様です。いや、頃合いだった。今は趣味に割く時間もできてなかなか良い。皆も好きなことを始めている。何人かは市内にいる。遊びに行ってやるといい。はい、いずれ。当面、貴様には私の手伝いをしてもらいたい。了解です。最近の情勢はどうですか？自分は長く国を離れていたもので。うん。由々しき問題がいくつか発生している。それは？あんこたこ焼きのまるちゃんが潰れた。マジっすか？チーズたい焼きの名店石丸屋も潰れた。ゲー！英国堂のワッフルはスタッフが入れ替わって味が落ちた。俺の好物が。サンジェリナのこんにゃくパンが。嘘でしょ。子供が丸飲みしたため喉に詰まって病院に運ばれる事件が起き、販売禁止になってしまった。そのクソガキ連れてきてくださいよ。すまん、私の力不足で。じゃなくて仕事の方です。ああ、そちらの方は沈静化している。双方大きな動きはない。鍵については？特に報告は受けていない。鍵って未だによくわからないんですが、放置しておいていいものなんでしょうか？そのこともあって今のうちに貴様を呼び寄せることにした。強い力を持っている魔物だけにマーテルには悪用させたくない。鍵は潜伏期が過ぎると生まれた土地に戻る。この地で網を張っておくのが確実なのだよ。だから人手がいる。向こうではずっと足手まといでしたけど。変わらないな。
貴様は。すいません、多少はマシになってるとは思いますけど。そうか。向こうではアマシャリには不自由したはずだ。会社の売店で売られていたチップスとチョコバーは最悪でした。そんなものでも奪い合いだ。うん、そうだろう。用意してあるぞ。おかわりだ。さあ、戦場の話を聞かせたまえ。いい思い出などないはずの街なのに、懐かしいんだ。鍵、大地より生まれる魔物の原型。まあ、それはいいんだ。俺が勝手に慕ってる。そういうことでいい。
鍵だな。かがり、かがり、あんたの仲、名ではありませんが、そう呼ぶしかないでしょう。かがりとは人を滅ぼすものか。時が来て人が資格を備えなければそうもなりましょう。資格？天王寺小太郎、星の記憶は現状では悲しみに満ち溢れています。このままでは滅びを待つばかり。滅びって？この星すべてを覆い尽くす。すべてって地球全体？仮にそうなっても活力が残されているうちは問題はなかった。滅びの後には最新化が。けれど今の地球にはその活力さえ乏しい。そうかがりは判断しました。待て待て、滅びの後には再生？何？星全体が滅びた後何が再生する？命のすべて。再生とは言うが、最新化と呼ぶ方が分かりやすいはずです。命はゼロからやり直しを行う。再び知性を宿すまで可能な限り一度起きた出来事をなぞって、規模の大小を問わず何度も起こってきたことです。細かいことは置くとして、つまりあんたは俺たちに警告したいのか？かがりは星の化身のようなもの。意志を持たない星に代わり人に混じり、人を学び判断を下す。あなた方のハイカラな言葉を借りて言うなら、巨大なシステムです。星の活力は資源浪費の進行とともに枯渇しようとしています。最新化には膨大な活力が必要。今の状態では滅びは起きても最新化が起こらない。その場合は星は果てましょう。それは大事だけどな。大事すぎる。本当にあんたの言うことは真実なのか判断のしようもない。あんたが鍵であることは俺の直感が事実だと告げているが、なぜ俺に言う？かがりと天王寺小太郎の間には縁ができていますから。他の者にかがりの姿は見えない。縁とはあんたを争奪戦から助けたことか？発芽の段階でも接触を。あれこそ我が最初の学び。あなたの行動は私有観において求愛ないしは忠誠の表明だと考えられます。よって天王寺小太郎はかがりに対し欲情していると判断でき。待て待て待て、天王寺小太郎の欲情の度合いは極めて強いものと推測され。おい繰り返すなよ。その滅びってやつ、それはあんたがやるんだろ？やめてもらうことはできないのか？滅びはかがりの意志によって起こるのではありません。悲しみの記憶がかがりに集められた時、生理的に発生するもの。止める方法はただ一つ、良い記憶を。良い記憶とはどういう？自分ではわからないんです。良いと思えた時が良い記憶としか言えない。漠然としてるな。俺にその役目を担えっていうことか？
言葉はどこで。わずか数年でやけに達者じゃないか。この国を旅し得ました。言葉を得ると同時に世界が助からない一線を越えつつあることがかがりのうちで理解されました。しもべが必要です。しもべ？ホモサピエンスに働きかけるためにホモサピエンスの個体が必要。良い記憶が蓄えられれば星の滅びは起こらない。我が手段として助力を要請したい。手伝いの代価としてあなたの性欲に応じてもいい。おい、言葉を微妙に変えていくなよ。何してくれんの？胸揉ましてくれるとか。この星を救ってくれるなら最悪生殖行為に応じてもいいと考えています。行くところまで行っていいのか。別にそんなんじゃ、俺そんなんじゃないけどさ。って待って、最悪って言ったか今。さらに天王寺小太郎の名を後世まで長く語り継ぎましょう。星を救い、その褒美としてかがりの胸を揉みし者と。匿名希望だ。それならそれで。一旦そういう話はやめよう。手伝ってもいい？確かですね。俺は独り者だ。どんなイデオロギーにも心を捧げてない。この停滞をどうにかできるというなら見てみたい気もするしな。のんきなことを。一刻の猶予もない状況です。どのくらい切羽詰まってるんだ？最新化が不可能になる一線を過ぎました。何としても良い記憶を探し最新化の始まりを止める必要があります。次に最新化が起こってしまったら今あるものも全て崩壊するだけでなく新たなものさえ生まれなくなる。死の星になります。良い記憶というのが何かどうやって調べれば。それを断定するにはまだかがりの人間理解は足りていませんが、もう行動しなければ。ただ悲しい記憶を作る原因の一つにホモサピエンス同士の闘争があると感じました。戦争や国家間紛争ってとこだな。闘争にはいくつもの形があるはず。個別に当たるほかないでしょう。そうは言うけどな。人の目線で最も大きな争いとは。いや、しかしな、止めるとなると。
あんたと俺で星の死止めてみるか。元よりそれが願いです。文明の神殿みたいだな。財団法人風祭り総合文化ホール。
ガイア主義活動のために用意させた建物じゃないだろうな。カガリ、いるか？待ちわびました。なんつー登場。状況がまるで動いていません。今まで何をしていました？その報告をしに来たんだ。大きな動きはないが、仕込みはうまくいってる。今のところまず順調と言っていいはずだ。何しろ大事なんでな。そう簡単にはいかない。いつになったら闘争は解消されると？何とも言えない。数年以内に対局に迫れるかどうか。愚かなホモサピエンス。な、何？うつけと言いました。時間がないことはすでに説明したはず。なぜ悠長に構えるんです？聞いたけど、そんな一瞬で争いをなくすことなんてできないだろう。それをやらねば星も人も破滅するだけ。それも聞いたさ。けどわからないんだ。あんたの説明は抽象的すぎて。あんた以前のカガリだった時の記憶は持っているのか？いな。このカガリはこのカガリであり、他のカガリとは異なります。カガリとは現象のようなものと心得なさい。以前のカガリが大きな破壊を引き起こしたという記録がある。一つの国が消滅したって。最新化が起こるにあたり、今の命はその結び目を解かれる。そのようにして命を取り出し再び活用するためです。命のリサイクルみたいだな。なあ、なぜ最新化というのは起きる？星の記憶は永久に良いものでなければならない。それが叶わぬことが明白な場合、知性はむしろ星を蝕むだけの害毒となる。害毒だ。故に良い記憶の供給が滞った場合、カガリは生まれ滅びは起こる。生命にやり直しをさせるために。勝手なもんだな。人間を軽んじすぎてる。命をそんな簡単にすげ替えるなんて。ホモサピエンスの一個性不全が自然現象に倫理を問うな。それは人の間でのみ通用する脆く儚い理想。人の外に出すものではありません。わきまえよ。だって勝手だろ。一度与えたものを身勝手な理由で奪うなんて。何一つ理解していない。何だと？どうあろうがそれは起こります。命とは星を包む不可思の力。生命を育み保護し
多様性を与える。だが星や命に判断力などない、愚鈍な巨人に過ぎない意志なきシステムです。知性は星でたった一つの種族にしか与えられない。人が脳を持つように星もまた知性を宿す生命を育てます。え、星が持つ命の総量、有限、失われれば星は冷たい物質だけの世界となりましょう。考えるべきは人の役目、知性の責務をいつになったら果たしてくれるのですか。けど争いをなくすなんて人間にはできないぞ。なら共に滅びるしかありませんよ。最新化とは本来星のすべてを覆うものです。滅びを止めるためにはあなたが動くしかないんです。Thank you.
まるで神殿だ。Thank you.
これが契約戦か。この魔物は死んだのですか？なるほど。今の魔物はどうなるのですか？
どのような状況でしょう。マーテルに潜入できたと思う。今後はより深い調査ができる。マーテルはホモサピエンスの中でも大いなる群れの一つでしたね。そうなるな。マーテル、ガイアとも呼ぶが、こいつらともう一つガーディアンという組織があんたを狙ってる。心配は無用です。カガリの姿はホモサピエンスには映りません。そう言い切れるもんでもないんだが。それより今はそのガイアとやらを駆逐するべきでしょう。何言ってんだよ。あなたは群れの中に入りました。うちから滅ぼすためではないのですか。俺一人じゃ無理だ。だが情報を集めれば、あるいはあんたへの捜査の手は止められるかもだろ。そうやって安全を確保しながら内情調査を進める。そのような悠長な真似をする必要はありません。すぐにでもガイアを殲滅する準備に入りなさい。カガリ、無茶を言わないでくれ。俺は最強の勇者じゃない。無双プレイはできない。では自らを強化なさい。人間はそんな簡単には強くなれないんだよ。カガリの目を節穴同然だとでも考えているのでしょうか。確かにカガリは人の断りには疎い。ですが目の前にいる個体くらいは把握できます。な、何？天王寺小太郎、お前は自らの性能を変える能力を持っています。それを用いて必要な逃走力を得なさい。そしてガイアを滅ぼしなさい。傷が癒えた後にはガーディアンを攻撃すればよいでしょう。どうしてそう不可能なことばかりさせようとする。確実に結果を出すことが必要なんじゃないのか。愚劣極まるホモルーデンス、卑しき個体がカガリの計画の足を引くことは許されません。今のやり方では確実に手遅れになってしまいます。しかしあの力は。あなたにできぬというなら今からガイアの中核に案内しなさい。どうするんだ。カガリ自ら祭壇を下します。舐めすぎだ。魔物が出てくるぞ。中には鍵を感知できる個体もいるはずだ。あんたは強い力を持ってるけど戦闘向けじゃない。戦闘意識さえできてない。無意味な提案だよ。残された時は時間がないのは分かってるけど、具体的にどのくらいの時が残されているんだ。いえ、このカガリにさえ正確な時間は分かりかねます。だったら下手に焦って自滅するのは得策じゃない。着実に地固めしないと達成できない目的なんだ、これは。なぜ思い通りにならないのです。それが世界というものだからだ。みんなそれで苦しい思いをしてる。俺だってそうだ。わがままばかり言わないで分かってくれよ。そんな。不可能とは言わない。困難なことだけど、でもそれには必要なだけの時間がかかるんだ。俺を信じてくれ。俺はあんたを裏切らない。当たり前です。裏切りなどあってはならないことです。カガリ、これどうした？これらが処分したものです。
一応質問させてもらうけど、こういうことは初めてなんだろうな。接近する異物を処分した回数は履歴には7548度と記録されています。バカか。どうしました？問題でも？大問題だよ。あんた、さっき自分の足を引っ張るなとか言ったよな。そのあんた自身が足を引っ張ってるじゃないか。どういう意味なのです？ガイアの魔物を無作為に殺すな。ここに何かが潜んでいるとバレる。問題ありません。カガリの姿は隠されています。またカガリには身を守る力も備わっている。鍵がいると判断されたが、最後ガイアはもちろんガーディアンも特殊作戦を発動する。あんたを以前助けた時みたいにな。その場合どちらも大戦力を投入してくる。そうなったら一瞬で終わりだ。人はそこまで瞬時に連携するのですか？当たり前だろ。素人じゃないんだぞ。歴史の中で何度も鍵を殺してきてるんだ。ノウハウがある。人間の異物を見つけ駆り立てる力を見くびるな。ではどうしろと？近づく者にむやみに手を出すな。どうしても排除しなければならない時だけ慎重に判断して、可能な限り痕跡を残さず情報も与えず仕留めてくれ。不可能です。そのための判断基準がカガリの理解にはありません。だよな。人間を殺したりしてないよな。カガリはホモサピエンスをみだりに殺害しません。明確な攻撃を受けた時のみ、これらがおのずと敵を排します。いいか、偵察型の魔物には操る魔物使いと感覚をリンクさせてる個体もあるんだ。だからそういうものは攻撃せず素早く身を隠す方がいい。できるか？見つからぬ場所とやらをあなたが指示してくれるなら。わかった、早急に調べておくよ。できたらあんたに人間世界を理解してもらうのが手っ取り早いけど。では今すぐ諸国漫遊の旅を群れに接することでカガリは学びます。それもあまりうまくないな。護衛ができない。あんたの一人旅はかなり危ういよ。カガリには分かりません。なぜ人はそこまでの感受性を持ちながらこうも停滞してしまっているのでしょう。これだけの知性で良い記憶が残せぬはずはないというのに。人間はどうしても争っちまうからな。それは本当。どうしてだろうな。俺にも分からないよ。破滅するって分かってても目先のことで動いたりするもんな。人は賢くも愚かしい。まるで壊れてしまっているかのようです。カガリには分かりません。